イスラエルはなんか思ってたところと違くてすごい綺麗で、なんか観光地っていうかすごくいいところだなって思いました。食事はまだ一食しかイスラエルの名物っていうか食べてないんですけど、ピタがすごく美味しかったです。ゲームは絶対に自分よりも大きい相手と当たるので、その大きいところでやられないようにするのはそうなんですけど、相手にない自分が小さいからこそできるスピードを生かして頑張っていきたいと思います。普段できない選手たちとやらせてもらって、やっぱり当たりとか背も違うし、すごい刺激を受けました。